こんばんは、入山亜希子です。12月17日日曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日は関西キャンペーン2日目、八尾に向かい、歌声スタジオ川口様、川口哲也さんのお店にお邪魔しました。本来であれば先生のショーのゲストということでお招きいただきましたが、急遽奈良にゲスト出演が決定し、私のキャンペーンとして満席のお客様に歌をお届けいたしました。あらかじめご予約いただいた三重県、神奈川県の講演会の方、大阪の方は残念ながら諸事情により欠席なさいましたが、お二人のサプライズのご来場がありました。和歌山からです。とても嬉しくて、歌ってる最中にハッと顔を見て気づき、びっくりするのと同時に嬉しさと感激で涙が出そうになった、そんなくらい嬉しい再会を果たせました。今年最後でとお別れをしたばかりでしたので、またお目にかかれて嬉しかったです。そしていつもいつも駆けつけてくださり、応援くださる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。今日の川口哲也先生をご紹介いただいたのが三上さん、三上さんと須崎編集長と今日はお世話になりながら、そのまま皆さんとお茶をして来年のイベントの打ち合わせ、その後はまた移動し、須崎編集長のお知り合いの方の漆店、目の保養に行かせていただきました。そして歌を歩くの皆様が忘年会をなさるということでお誘いいただき出席しましたが、大病乗り越えての方と笑顔で写真が撮れて、こちらも嬉しい一枚となりました。フグをいただける忘年会、贅沢な年が一年終わる、いろいろあった一年だなと振り返りながら、フグをいただいて、また来年も頑張らなきゃという気になっています。今日もお花の写真たくさんいただきました。つれづれ日記もあと7日、1週間となりました。皆様にお付き合いいただいて、最後までつれづれ日記、最終日にはライブを行いたいと思います。明日は13時から川西のワルツさん、そしてもう一件臨時で歌わせていただき、18時からは京橋にありますフレンドリーさんにご挨拶伺います。さあそれではまた明日元気にお目にかかりましょう。急に寒くなりました。お体大事に、ブルッとしないように暖かくしてお休みください。ではおやすみなさい。